ただいまー。今日は冷えたねー。もう4月も半ばになるのにさ。まったく、暖かかったり寒かったり。はぁ、ほんと太陽さんも気まぐれだよね。ねえ、そういえば、駅前に新しくお団子屋さんができてたんだよ。知ってた？ってことで、じゃーん。買ってきました。桜餅と草団子。春らしいでしょ？ねえ、どっちが食べたい？そうだよね。ああ、じゃあ、どちらも2個ずつ買ってくればよかったね。あ、ねえねえ、聞いてよ。この間、テレビでやってたんだけど、去年会社の歓迎会で行った大きな公園、桜がちょうど見頃なんだってさ。懐かしいよね。二人とも新入社員でさ。酔っ払った課長に私が絡まれてたら、君も入社したばっかりで緊張してるのに、ガチガチになりながら助けてくれて。ああ、かっこよかったな。桜の花びらが君の周りに舞って、君は震えてたけど、なんだかヒーローみたいで。その日の桜は特別綺麗に見えたんだよね。今度、桜のお写真撮ってきてあげるね。たーくさん撮影してくるから。お家で桜のお写真床いっぱいに広げてさ。今度は、二人っきりでお花見しようね。うん、もちろん。ちゃんとお花見用にお弁当も作るよ。卵焼きでしょ？タコさんウインナーに、あと、唐揚げ。うん、たまにはお酒を用意してもいいかも。あー、それとね、何？え？いつまでこんなことをするんだ？何か不便に感じることあったのかな？今日は少し寒かったけど、ちゃんとお部屋は暖かくしておいたし、さすがにいらないかなと思ったけど、薄めの毛布も近くに置いておいたよね。せっかくの4月だから、季節も感じたいよねって、春らしいお団子も買ってきたし。あ、桜の写真、今見たかったのかな？そうだよね。私たちの大事な大事な思い出のお花だもんね。ごめんね。今日撮影してくればよかったよね。え？違う？早くこの部屋から出してくれ。なんで？だって、何不自由ないよね。トイレも食事もちゃんとできてるよね。君の好きなご飯、毎日出してあげるよ。もちろんちゃんと栄養バランスも考えて。君には健やかに健やかに長生きしてほしいから。大丈夫。私が君のこと最後まで大事に大事に養うから。
え？どうしてこんなことするんだ？どうしてって。だって、もう、我慢できなくなっちゃったんだもん。入社式で初めて会って、歓迎会で助けてくれた時から、ずっと、ずっと、ずーっと、好きだった。私ね、あれから1年我慢してたんだよ。君が他の女から話しかけられても、他の女に色目を使われても。大丈夫。私は君の特別だから。君はきっと私のところに帰ってくるからって。でもね、この前、君、今年入ったドジな新入社員の女の子と、かばったでしょ。私、見てたの。ねえ、なんで？なんで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 ？君がかばうのは、私だからでしょ？私だったから、あの時も助けてくれたんだよね。なのに、なのになのに、おかしい、おかしいよ。それでね、思いついちゃったの。君は会社に行っちゃダメだって。だって君は優しいから、きっとまたあの子のことかわうんだもん。だからね、今年の歓迎会の前に、どうしてもどうしても、君の世界を私だけのものにしないといけないって。君の目に映るものは私だけじゃなきゃダメだって。あの時、私にしてくれたことを、もし別の子にしてたらって思うと、私、気がおかしくなっちゃいそうで。だから君には、いつまでもいつまでも、私の隣で幸せに暮らしてもらわなくてはいけないの。なんでそんな顔するの？笑ってよ。幸せでしょ？私と二人っきりの世界でずっと過ごせるんだよ。幸せのことしかないんだよ。君のことが好きなの。大好き、大好き。君の目も、君のお鼻も、かわいいお口も、ば全部、全部、全部、私のもの。最後までご視聴ありがとうございました。評価、グッドボタン、チャンネル登録、通知、コメントをよろしくお願いします。 Twitter もやってるのでフォローよろしくね。それではおつだらー。